はい、ともチャンネルです。今一眼レフを車に固定して撮ってます。まあ普通にね、三脚置いて撮ってもいいんですけど、その場合ちょっとね、重量が上の方に持ち上がっちゃって転ぶんですよ。あのカメラが転んじゃうとね、どうしようもない。しかも後ろに置いとかないといけないんでね。だから今助手席の方に三脚でなんとか固定して撮ってます。三脚の方でもね、シートベルトを置いて、そしてそれで固定してますので、まあ極端な話、どんなに動いてもまあぶれないとは思うんですけど、ぶれないというかね、転ばないとは思うんですけど、あのカメラのぶれはね、どうしようもないと思うんだけど、これもねちょっと試して撮ってます。で今ね、ISO 感度を1600まで上げてるんだけども、レンズがね F4 と暗いのであんまり明るく撮れないんですよ。だからとりあえず、まあ、明るさとかね、そういったコントラストなんかを全部下げて、まあ、あっさりとした色味でね撮っておいて、それで色の修正すればね、なんとか見れる映像にはなるんじゃないかなというような期待はしてます。まあ、なんでそういうふうなことをするかというと、まあ映像の方扱ってる人だったらわかると思うんですけども、まあ、コントラストとあと明るさなどをね、あっさりとした色味をね、あっさりとしたものにすると、まあ後でね映像の色の方いろいろといじることができます。でそういう風な設定にしておくと、まあ白飛び黒つぶれが少なくなるんですよね。ただ今回の場合はかなり暗いので黒つぶれてしまっている可能性の方が大きいので、映像がもしかしたら使えないかもしれないんですけど、というかもうこれをね YouTube に流してる時点で、まあなんとか使えるなと判断したので出しておりますけども、ただそういうまだね試し撮りの状態です。で今回ほんと先ほども言ったように F4 っていうねすごい暗いレンズ、ただねペンタックスには広角で、まあ、明るいレンズもあるんですけど、やっぱりね値段の方が結構張るので、私はいつも使っている 15mmF4 リミテッドね、リミテッドレンズ使ってますので、まあ明るい時には問題ないんですけども、暗い時にはこんな感じで暗くなっちゃうと。まあ ISO 感度をね3200まで上げてもいいんですけど、もうそうなってくると確実にザラザラ感が出てしまいますので、あんまり良くないザラザラ感なんでね、もう少しいいザラザラというかね、フィルム状の粒状みたいなね、そんな感じのザラザラだったらねいいんですけど、ほんとデジタルで持ち上げたようなザラザラ感なんでね、ちょっとそれは今回暗さの方を取りました。まあ、これであと色味をね修正してどこまで持ち上げられるかっていうのをちょっと試してみたいので、まあちょっと楽しみですよね、家に帰ってからね。であとは久しぶりのねドライブ動画ということで、車の方で撮っていく、いつも撮っているのはポラロイドキューブというね小さいアクションカメラです。まあもちろんそれだとね F2.4 のレンズで撮ってますので、これよりは明るく撮れるんですけど、ただやっぱりね勝手に ISO 感度も上がってしまいまして、同じ1600ぐらいまで上がるのかな。でそれはセンサーサイズ小さいのでね、もうザラ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 とすっごいんですよ。まあよくあれで撮ってたなと思うんですけども、まああれはあの時はねあれしかなかったので、まあ他はねあんまり気にせずに、まあザラザラもまあしょうがないかなっていう感じで撮ってたんですけど、やっぱりザラザラが少ない映像を見ちゃうと、というか撮れるようになっちゃうと、そっちの方がいいなっていうのはもうどうしようもない事実なんでね、綺麗な方がいいなというのは誰しもが思うと思うんですよ。まあ適当なチャンネルだからこそ別に適当でもいいんですけど、まあ私自身がね多少なりともそこのところだけはこだわろうかなと思って、まあどうしてもね夜でもそれなりに綺麗な映像の方がいいかなという感じで、試しております。こうやってねこの道はもう一般道なんですけど、私は今ちょうど50キロで走ってます。
50キロっていうのはここのね、法定速度のはずです、確か。だけど、ああいう風にね、ブン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 飛ばしていく車すごいんですよ、ここ。陸橋の上で信号ももちろんないんですけど、だからこそ分かっていて、こうやって飛ばす車いっぱいいるんですけどね、どっちみち目の前に信号が必ずあるんで、ここ必ず止まるとこなんですよ、信号で。今のとこから入ってくると、いいタイミング、間違いなくこのタイミングで必ず止まります。だからね、すっ飛ばしてくる理由がないんですよ、ここ、だけど早く走りたいという人が多いんでしょうね。そして並走している車に負けたくないと思う人が多いんでしょうね。ただどんなにね、アクセル踏んだところでここでストップしますから、無駄なんです。無駄なことをね、わざわざガソリンを食わすために走っている人はあんまりいないと思うんですけど、あんまり気にしてないんでしょうね。その割に燃費が悪いとか燃費がいいとかっていう話はするんですよ、そういう人に限って。だからね、どんなにね、早く走ろうが何しようが信号があるんだから、別に信号の手前でね、止まるんだったら、信号無視すれば別ですけどね、信号で止まるんだったら別に早く走る必要もないし、で早く走ったところでね、周りに迷惑がそれでかかるんであれば、迷惑かける走りをするんであればする必要もないし、ということでね、一般道を速く走ることに意味はないんですよ。速く走ってね、それでスピードで捕まったらそれでもっと遅くなるわけだし、そういうふうに考えると、一般道は安全に走るのが一番正解なわけなんですよ。どんなに速く走ってね、かっこよく見せたかろうが何しようが、一般道では安全に走れる、そして法定速度ね、きっちり守ることはないんでしょうけども、周りに合わせてね、そして安全な速度で走るのが一番かっこいいわけなんですよ。周りから外れたことがかっこいいと思っている人はね、ほっときましょう。それはいいの。巻き込まれないように運転するのが一番いいです。だけどね、そうじゃなくてね、やっぱりそういう風な走りをせずに、安全運転をねするのが一番かっこいいわけなんですけど、ただ中にはやっぱいるんですよ。周りとは違うんだぞと、スピードも速いんだぞと、そして速く走ることができるんだぞっていう周りに見せたいだけの人、あれ本当危ないですからね。もうただ単にたまたま事故を起こしてないで走ってるだけで、いつ事故になってもおかしくない走り方をしてるわけですから、走ってね、事故を起こせば周りに迷惑かかるって、そこまでね考えて、それで全責任を負うんであればね、まあ構わないんでしょうけど、事故には相手がいますから、その責任は絶対取れませんのでね。で、保険入ってるから大丈夫だろうって、保険入ってたってね、責任が取れるかどうかっていうのはまた別の問題ですからね。そんなわけでね、綺麗な映像を残したいなというよりは撮っておきたいなというのと、あとは、単なる自己満足でしょうね。で、そういったところで今ちょっとね、試しで撮っております。で、今日は金曜日なんでね、帰り込むかなと思っていたんですけども、やっぱり予想通りかなり混んでますね。相当混んでます。いつもだったらもうこの辺はもう通過している感覚ですが、時間的にはね10分ちょっと遅いです。だからその分混んでるんですね。そういう風になってくると、なおさら早く帰りたいという人がいっぱいいますので、だからこそどんどんスピードを上げちゃうんでしょうね。そういうことをしたところで、無駄だということを今ちょっと話したんですけども、高速乗ったらね、法定速度はまた100キロに変わりますから、そうだ、京葉道路に限っては、千葉のね近辺で限って言えば京葉道路、そして首都高に入ったら首都高、あそこはね60キロです。ここもね、それを知らずに100キロぐらいで走ってて捕まったなんてね、たまに聞きますけど、本当にここたまにね、側面いますから、それにね捕まるような走り方をしたところでね、やっぱり無駄なんですよね。知らなかったで済むわけじゃなくて、知らなくても法定速度は決まってますから、それを知らなかった本人が悪かったというだけなんですけどね。だからね、よくね、知らなかったからね、知らなかったとか、知らなきゃいいね、いいじゃんじゃないけど、知らないんだから許してくれとかね、それはもうやっぱり車を乗ってる上ではね通用しない言い訳ですから、知らないんじゃなくて知っておかなきゃいけないことなんですよ。だそれをね、知らなかったでね済まそうとする人もいるわけですよね。車に乗っててね、知らなかった、もう車に乗っててじゃなくてね、やっぱり
生きてる上で知らなかったっていうことはね、取り返しのつかないことにつながる場合もありますからね、どんなことでもやっぱ知っておかなきゃいけないんですよ。で、知っておくためにはいろんな知識を入れなきゃいけないわけなんだけど、それをね、入れる知識を知る時間がないっていう人はね、たくさんいます。だからこそね、こういった、YouTube とかでもいろいろ紹介していますけども、そういうところをね、しっかりと把握して、そして見る、そして覚えていくっていう知識が、心構えがないとそういうのを覚えられないですからね。だから知っておくっていうことはね、大事なんですよ。知らなかったじゃ済まされないことたくさんありますからね。で、知らなかった知らなかったでね、通してきた人がたくさんいっぱいいると思うんですよ。だけど知らなかったっていうのは、知らなきゃいけないことを覚えなかったってだけなんですけどね。だからそういうところはね、しっかりと知っておいて、そしてね、車に関しては安全運転で走るのが一番いいですよね。で、今日はね、本当に混んでます。時間的にもね、10分15分ぐらい、下手するともうちょっと遅いかな。カメラの方をセットしていた時間も10分ぐらいあるんでね、それを差し引いても10分以上ちょっと遅いんで、まあもう少し早くね、帰りたいのは帰りたいんですけども、まあそれをやってね、事故を起こして遅くなるんだったら、ゆっくり帰って、確実に安全に帰ってね、遅くなってもそっちの方がいいですと私は思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。この先ね、この道暗いので、多分映像的には真っ暗に近いと思うんでね、とてもまあ無駄だと思うので、この辺で終了です。ではまた。